すみません、朝日新聞なんですが、今のご説明があった出演料については皆さんその出演料なしでということなのか、もうちょっと具体的に教えていただきたいんですが、それぞれお立場がございますので、通常であったらばマネージャーさん同士で普通の演奏会ですれば高額な出演料がかかるのですけれども、それは本当に往復のファーストクラスの旅費の分であるとか、ビジネスクラスの旅費の分であるとか、そういった非常に少なめのコテージを、そしてその錠剤を東日本の復興に充てるということでご納得して大変喜ばれております。まあ、本来の出演料だとこれだけのメンバーが集まるというのはなかなかやっぱ難しいということなんでしょう。どのぐらいの価値があるというか。そうですね、まあ、出演料だけで2000万はすると思います。でそれも湯崎知事のお考えに非常に賛同されまして、中に入ったマネージャーさんもご協力、今回はどこにも言わないでねということで、作り出す平和、復興の平和ということで復興を助けるということで、難しいことはおっしゃらないでご協力くださいました。他に質問は、収益を、中国支部の長山です、はい、収益を全額義援金として寄付すると、はい、収益に当たるところが、まあ、どういうところから発生するのかということなんですけれども、出演料この前に人が入った場合にはその出演料を除いた額ということになるんですね。まあ、もちろんいろんな経費は、はい、出演料以外にもかかりますから、はい、それについては経費を払った上で、はい、残りの部分はということになります。これはなんかどういう形で送られるに赤十字を通してとか。はいはい、これはですね、全額赤十字に、現金として寄付するという予定にします。具体的にはですね、例のあれですね、ユーストリームですね、これで発信したいというふうに思ってます。まあ、これなるべくやはり多く世界の人に知っていただくということがまず必要なんですけども、その上で本当に、ユーストリームから困るよというぐらいですね、本当は見ていただきたいなと思ってます。生中継。生になりますね。はい。録画もアップはされるんじゃけ、なおなと録画のアップもある。これですね、ここが痛いのが、今年これが3回目になるんですかね。決済そのものですね。はい、3回目にしてこの度のこの震災に向けてという狙いですけれども、招聘するアーティストの方のその人数ですとか、まあ、バラエティですとか、そういった部分でこれまでと特に今年は特にこれだから力を入れたんだ、例年と違う構成の部分ですとか、ラインナップの部分で今までよりよりこう力を入れていらっしゃるのかというのはありますでしょうか。はい、お答えいたします。普通これだけ のアーティストの方を揃えるということは普通では考えられません。特にブーニーさんお一人でも普通出演料がもう1000万近い方だと思います。
それとまあ、フランスを代表するフルーティストであるとか、一世を風靡した歌手 の、 まあ、ヨーロッパではどなたでも知ってらっしゃるハイマンさんであるとか、中国では非常に高名なザオさんであるとか、同じ思いにして一つに集うというのは、これは広島の復興ということではないかと思います。それに広島から若い方々の参加、そして地元のオーケストラの参加、皆さんと共に作り出すというのがこの演奏会のメッセージだと思います。だから例年と前回とか前々回はこれほどのラインナップはなかったということですかね。普通ながらとてもで、どうぞ多分過去の事例をお調べになられたらお分かりになると思うんですけれども、これだけの人数がなかなか難しいのではないだろうかと思います。一度どうぞ過去の事例を紐解いてご覧になっていただければと思います。多分 そもそもですね、ちょっと補足させていただきますと、広島夏の芸術祭ということではなくてですね、一般的なコンサートとしてもこれだけのメンバーが集まるということはまず滅多にないというそういうことですね。まあ、昔っていうか、ちょっと昔前になりますけど、三大テノールとかですね、やられてたことはありますけれども、それに近いようなですねイメージなんじゃないかなというふうに思いますね。もう一つ補足させていただきます。知事がおっしゃってくださいましたように、皆さん参加なさってくださる方々、まず3月11日以降大丈夫かとご心配くださいました。ザオさんの伴奏なさるボーンさんはミラノのスカラ座の音楽監督で、普通は来られる方ではないんですけれども、広島の平和のために私は来ますと。だからそのいわゆるミラノのスカラ座の著名アーティストといつもお仕事してらっしゃる方ですけれども、そういう方が喜んで広島のために、県の発信する広島の平和のために参加させていただきます。中国のザオさんも参加させていただけて嬉しゅうございます。私たち広島からもお出かけくださいましてありがとうございます、喜んでおりますというメッセージをそれぞれの皆様にお伝えするのも次の平和のつながりだと思います。